夢ラジオ第4200回、今日令和4年10月20日木曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、晴れた秋空となりました。東の方、ランドマークタワーのある方ですね。港からは太陽がぐんぐん昇りつつあります。夏の頃のような力強い太陽ではないけれど、空が爽やかで、今日の太陽は眩しいですね。雲が全然ない。丹沢の稜線もくっきり、富士もくっきりです。富士の頂、まだ雪は降りていませんね。富士山が見えると気分がいい。横浜港北からお届けしましょう。さて、4200回記念すべき回ですね。今回は北条名越流の悲劇、こんなタイトルでお話ししましょう。北条名越流の悲劇。義時が二代目の執権、今年の大河ドラマの主人公、小栗旬君がやってますね。で、その義時の長男、ドラマでは太郎と呼ばれてる、その太郎が北条泰時、北条特捜家はここから始まるわけです。ただし義時、泰時とこう特捜家は続いていくんですが、この泰時の母、これがよく分かってないんですよ。義時の妻にして泰時の母がよく分かっておらず、今年の大河では八重姫ということになっていますが、最近出てきた一つの説にすぎません。そして義時には次男で友時、朝の時、友時っていうのがいて、この友時は姫の前の子供なんですよ。ですから泰時から見たら異母弟、母が違う弟で、この姫の前っていうのは比企から来たお嫁さんで、だから比企の血が入ってるわけだね、友時には。ですから比企能員の乱のあと、この姫の前が北条にいられなくなって北条から去るけれど、その時あなたに、つまり姫の前から見て義時様、あなたに離縁させるってことはできませんから、私から離縁を切り出しますっていう、そんなセリフがありました。なんか振ってあげるみたいな、そんなセリフですね。あの鎌倉期の話をするときにこういう現代的なモチーフを入れたっていうのが、今年の鎌倉殿の13人という大河ドラマの一つ魅力なんでしょうね。で、この姫の前で女子はその後京都に行って再び結婚して子供もできたようです。まあ、引きの女子であるということで北条にいられなくなった。で、その息子が友時で、姫の前は正室でしたから引きから正室を迎えた。で、泰時は誰の子供かわからない。そうするとこの
次男の友時は我こそ北条嫡流なりという意識がどうしてもあった。それ以外にも弟としてね、重時とか政村とか、まあ義時には子供がいっぱいいたので、弟たちが他にもいましたが、まあ北条徳宗家の泰時、そして次男の友時、友時のお母さんはさっきの姫の前、比企の女子でした。この友時は、正室の子である、そして祖父の北条時政、初代執権時政も、この友時を非常に可愛がり、当時から家督は友時に行くんじゃないかと、ささやかれもしたんですよ。北条時政、初代執権、彼が孫の友時を非常に可愛がっていた。この北条時政が畠山重忠の乱の後、失脚して伊豆に流され、でその後の館をこの友時が継いでいます。で場所は名古屋ってとこにあったので、北条名古屋流なんですよ。名古屋ってね、今も鎌倉の東の南の方、海の近く、東の南の方、海の近くに名古屋って場所があって、名古屋切通っていう名ですよ。鎌倉には切通が7つほどありますから、東の方へ行く時のね、だから逗子とかあっち行く時にはこの名古屋切通通ってたんですね、昔は。今はもう電車で行ったり車で行ったりしますけど、名古屋、ここに北条時政の屋敷があって、でその後友時がここを継いだ、名古屋友時と言われたりします。名古屋流なんですよ。で北条にはね、いろんな流派があって、二代目執権義時、小栗旬君ですね、の弟に時房って言いました。五郎で出てくる人たち、人ですよ。五郎時房からおさらぎ流、で泰時からは、長男太郎の泰時からは徳宗家、他にも赤橋流とか、金沢流とか、まあ、いろいろ出てきたわけですね、北条には。でこの名古屋流友時、この友時は20歳ぐらいの頃に三代将軍源実朝、この源実朝の妻の女房、妻に仕える女房の一人に手を出そうとして、これやばいんですよ、こんなことしたら、20歳ぐらいとはいえ。で源実朝の歓喜を買い、そして実父の北条義時の激怒を受け、だから義絶されちゃったんですよ、この人。で伊豆行ってこいって言われて、伊豆で1年間ほど過ごしてますね、友時は。で帰ってきた頃に和田合戦があって、でこの和田合戦ではそこそこ活躍し、だから武勇はあったんですよ、友時は。でその後の承久の乱でも北陸道まで進軍するっていう、そういう活躍けれども、う徳宗家は泰時、友時はいくら武功を挙げてもやっぱ響いたんですね、実朝の妻の女房に手を出したというバカな話ですよ。ずっと響きました、この事件が。でその後この友時の
子供で三時っていたんですね。この智時の子供で三時、そして三時はやはり我こそ名古屋流で北条の嫡流なりと、そう思っている。一方徳宗家はというと、北条泰時の後子供がいたんですがすぐに亡くなり、でそのすぐに亡くなった人も子供は残していたので、常時、時よりですね、だから泰時から見て孫にあたるその常時、時よりで、常時も早く亡くなったので五代目の執権は北条時よりまだ若かった、二十歳いくいかないの頃で、この時にですよ、この北条徳宗家が弱いなと見た名古屋の三時が、北条徳宗家に謀反を起こしちゃうんですね。だってやっぱり嫡流自分と思ってるから、三時は。でこの三時は当時実朝もいなくなり、将軍は九条頼経、これは京都から持ってきた宮将軍です、公家の将軍か、公家の将軍ですね、まあ、宮将軍九条頼経 で、その九条頼経の父親は九条道家、当時の京都では今1240年代後半の話、1246とか7とかこの辺りですね、当時の京都では九条道家が非常に力を持っていて、でその息子さんの九条頼経が宮将軍としてきた。でこの宮将軍である九条頼経を打ち立てて、名古屋流の北条光時が三浦安村、そして三浦三浦、この兄弟とともに北条徳宗家を倒そうという動きが出てきたんですよ。これ宮騒動と言います。1240年代後半ね。でもちろんこのような動きは事前に知れるところとなり、この三時は結局廃流されます。鎌倉から追放されちゃったわけですよ。で将軍の九条頼経、これも将軍もこの人じゃダメだということで叩き出され、別な将軍また京都から呼んでくることになった。そしてこの宮騒動の時には、三浦はね、さっきの安村と三村、これ吉村の兄弟ですよ、吉村の子供の兄弟で、ね、お父さんは三浦吉村、今山本浩二君がやってますよ。でその三浦吉村の子供で安村三村という兄弟いたんですが、これは宮騒動の時には不問に付されましたが、その翌年の宝珠合戦、この時にはねまだ若かった、二十歳いってたかな、五代目執権の北条時頼が先手打って、もう三浦の安村そして三村という不穏な動きをする御家人をもう滅ぼしてしまったんですね、宝珠合戦ですから。宝珠合戦の時には三浦安村、もう我らはこのまま頼朝公の墓前に行きそこで果てようぞとか、もう諦めいいこと言ってて、弟の三村は行け行けどんどんの武将でしたから、口をしや、兄上が昨年九条道家様のご命令を聞かずに迷ってばかりいるもんだから、
今このように三浦が滅亡することになってしまった。兄上、それがしは口惜しいぞ。でも弟のその言葉聞いて、兄の安村は、なあ三村、我らの父三浦義村は生前多くの御家人を裏切り、その業が今我らの上に降りかかっているのではないだろうか。もしそうならわしはその業を潔く受けたいと思う。もうわしはもうじき冥土へ旅立つ身である。何の恨みもこの世にはない。確かに時折殿のなされようは、我ら三浦のこれまでの特捜への功をないがしろにするもので残念ではあるが、もうわしには時折殿を恨むそんな気持ちもない。宝珠合戦、三浦が滅亡しましたよ。だから大河ドラマ今年のね、では三浦義村が頑張っていろいろ裏切ってますけど、努力にもかかわらず義村の子供の代で三浦は滅亡しています。やがて時頼の息子時宗、元寇を戦った執権ですよね、北条時宗の時に、今度は二月騒動といって、三つ時、さっき配慮されちゃった名古屋の三つ時の弟で時明、範時、この二人の兄弟がいるんですよ。これは三つ時の弟たち、かなり年は離れてます。三つ時よりもかなり年が離れてるんですが、時明そして範時という弟たちいて、この弟たちがなんとなく京都と結んで、なんか北条特捜家に不穏な動きをしているわけですね。で、元寇、元に立ち向かわなきゃいけない北条時宗、八代目の執権、もうこの時明と弟範時をもう処刑してしまうんですね。これはもう名古屋に物言わせちゃいかんと。元もやってくると、中央集権やんなきゃいけない時におかしなやつが幕府内にいてもらっては困る。これが名古屋が特捜家に、抵抗した最後。これ以降実は名古屋はね、まだ続いていくんですよ。で、ちなみにこの名古屋流っていうのはすごい財産があった。やっぱり時政、義時、そして友時、光時というこの流れで、名古屋は優遇されてもいたんですよ、やっぱり。だからもうこれ以降、つまり二月騒動といいます、この時宗がさっきの時明と範時を処刑した、パージしたっていうのを二月騒動というふうに言いますが、これでもう北条名古屋はこのあと特捜家との対立をやめた。思えば今回のテーマ、北条名古屋流の悲劇、60年ぐらい続きましたね、これ。つまり北条泰時兄、北条朝時弟、この権力闘争、しかも朝時は女房に手を出すというバカな話によって政治的には失脚した。で、その子供光時はっていうと、宝珠合戦ですね、宮騒動、そして宝珠合戦の時に入ると、その後光時の弟たち時明、範時、これも二月騒動で処刑と。北条家、さまざまな流派があると申しましたが、やはり特捜家にとって他の流派は脅威でもある。必ず風下に立ってくれるんなら
言ってもいいけど、歯向かってくるんなら容赦しない。鎌倉期の、強烈な権力闘争がこんなところにも現れています。夢ラジオ4200回、今回は北条名越流の悲劇、木曜日の朝です。